ありがとう、新井さん。あ、どういたしましたのだ。あ、どういた。では、次。うん。ほ、新井さんに質問です。新井さんに、シマハイちゃんの最初の印象をお聞きしてもよいでしょうか。シマハイは、はい。なんか、私、はい。最初、はい。見たときは、はい。新井さんに、はい。やっぱり新井さんが人気者だからなのか、はい、はい、そうです。なんか新井さんを見る眼差しが、はい、他のフレンズたちとは違ったのだ。お、どのような眼差しでしたでしょう。羨望の眼差しを向けてきたのだ。間違いないでございます。最初からなんか目がピカピカしてたのだ、はい、だから もしかしたらシマハイは新井さんのことが好きなのか。もちろんでございます。大好きでございます。と思っていたのだ。はい、新井さんの弟子みたいになってたのだ。そうでございます。私は、うん、教祖様のあの信者でございますゆえ、新井さんは教祖様だから。シマハイの教祖なのか新井さんは。そうだよ、一番偉いんだよ。すごいのだ、パークで一番偉いのだ。そう、シマハイの中ではもう新井さんが最高のフレンズなのだ。どのフレンズよりも強いのだ。そうだ、強いし偉いし賢いし、ホワイトタイガーよりも優しいし強いのか。すごいのだ。チュキ、100万力なのだ。チュキ。最初からそう思ってたから、うん、新井さんに最初会えた時、これが新井さん、私お慕いしておりますみたいな感じになって、うんうん、それからずっと新井さんのことを陰から見てるよ。影から見られてるのか。見てる。今日も頑張ってるな新井さんって、いつも影から見てるよ。それは大変なんだ。新井さんいろんなところに行くから、うんうん、後つけるの大変だな。教祖様が頑張っているところを見るのが信者の務めでございます。うんうんうん、あーすごいのだ、新井さんの弟子なのだ、うん、弟子にしてやるのだ。やったー、うん、やった。